じゃあまずタンパク質汚れを洗剤の方からですね、はいえー、紹介をさせてもらいたいと思いますこのタンパク質汚れ洗剤のまず特徴なんですけれども、えー、タンパク質汚れと呼ばれるものですね、えー、その成分に馴染みやすくて、えー、バイオ微生物の力まあ、酵素ですね酵素で急速に分解する洗剤となっております、うん で、えー、具体的にタンパク質洗剤と言われるものがこちらですね動物性タンパク質、えー、医療タンパク質は、えー、血液やおしっことかですね、うんえー、そして人体のタンパク質で、えー、赤とか皮脂とかそういったものになっていきますそしてほ他にも食事の食べこぼしとか、えー、もう体液とかはもう全般ですね、うん、はいまあ、飲み物とかあと醤油とか、えー、そういったものも、えー、動物性タンパク質あ動物性というかその 動物性タンパク質が入った飲み物とかはそういったものになりますねそして植物性タンパク質といえば豆、えー、類、アスパラ、ブロッコリーとかですね、まあ、野菜もろもろにもそういったタンパク質は入っておりますあの人体の中にもそういったその食べ物とかタンパク質脂質を分解するその酵素というのがあるんですね、はいはい、そういったものをあのじゃあ一緒のような理屈で、えー 作ればいいいんじゃないかと<ー>、うん、そういったところにちょっと着目しまして、はい、でやっぱいろいろ調べていったらちょっと次のページにあるあの、はい、人体の中にもリパーゼとかプロテアーゼとかこれはあの消化酵素なんですねはいあの脂質脂質とかタンパク質をですねあの作っているあタンパク質を分解する、はい、あの酵素成分ですねあの 膵臓で作られたり胃液にあの混じっていたりとかですね。うんはい、でそこにいろいろな、えー、もっとその汚れを汚れに馴染んで分解しやすくするための,その、まあ、環境にも人体にも影響がめちゃくちゃ低いあの成分をあの含めまして、えー、混ぜて作ってるんですね。これははい、そして、えー、娘の,その 血液汚れとかをその落としてみたらあのやっぱビフォーアフターをちょっとその時あの写真撮ってたんですけどちょっとこのスライドにはないんですけれどもどこが汚れてたのかその分からないぐらい<ー>、はい、撮れたんですねうんまあちょっとここでもですね、あのー、あ今日実験していこうかなと思うんですけれどもれであの先ほどあの本川から説明もあったように、うん、あの僕らのユニフォームっていうのは もうほとんどその冬用のアウターとかは、えー、ユーズドというかリサイクルというかあの中古なんですねリユース商品なんですねなので襟袖汚れが結構えぐいのがありまして <laughs> この人お風呂に入ってたのかなっていうぐらいあの青いアウターが襟袖の部分だけ もう焦げ茶色になっているような。なるほどはい、そういったものもこれで落とせます。はい、はい。<laughs> で、もちろん血液汚れにも強いですし、はい、血液汚れもえっ、ー、と子供ってよくあのちっちゃい時って鼻話を出しながら寝るじゃないですか。で、ベッドの何て言うんですかね？あの、ベッドパッドとかシーツとかがその血液で汚れるんですけれども。はい もう落ちないものを諦めてそのまま使い続けるんですね。うちにもね、布団でちょっと子供が鼻血出して、もう茶色くなって、そうです、そうです。茶色くなったやつです。はい。時間経ったやつですね。はい。あれがもう跡形もなく消えます。いや、本当ですはい。そうです、そうです。んで、まあ今回ですね、これ、これ、醤油の汚れですかね。醤油の汚れ。はい。あ醤油です、油ょうゆです。で、これをですね、ちょっとあの、 落としてみよううかなと思うんですけれども、はい、落とし方としてはですね、はい、まああの買われている方はわかると思うんですけれども、はい、汚れた箇所にこのフォームをあの少しなじませるような形ですね、はい、泡,泡を出していただい、はい、泡出してこうやってなじませて、はい、汚れのところタンパク質汚れ洗剤ですタンパク質にはすごい効果を発揮するということで、はい、今日はお醤油、ね、はい、はい、そうですねはい。 お醤油は植物性タンパク質の大豆成分がはいあるやつですねこうやって裏からやっていただいそうですね裏か裏までも染み込んでいる場合はもうこういったような形ではいそうですそうですうんで少しなじませてはいうんでこのままお湯につけますはいまお湯はですねこれは 38度ぐらいですね。すごい。これ38度ですけど、はい、60度以下であれば全然問題ないです。ではいあまり熱々のあのお湯につけてしまうと、うはい、あの酵素があの不活性化しちゃうので、<ー> <laughs> はいそうです,そう,ですそうなんですよ。はい、なので、えーと、ちょっとこれであのつけおいて。 いただいてもらったら、は今38度ぐらいとおっしゃってましたけど、何度ぐらいが一番よくそのそうで働いてくれる？はい、40度から45度ですね。はい、そうですそうです。はい。じゃあそのままちょっと置いといて、はい、後とに結果見るっていうそうですね。はい。はい、ありがとうございます。お願いします。んで、あのまあそういったベッドパッドのその鼻血の汚れとかも効きますし、もちろん下着汚れですね。はい。 で食べこぼし、醤油あ今、醤油使ってますね。はいはい、で、えー、布団、ソファーのシミ丸洗いしづらいものですね。うんえー、先ほどあ先ほどじゃないな、あのー、これ、あのー、現場でも使うことがあるんですよ、ハウスクリーニングの現場でも。<ー>はいまあ、ちょっと、あのー、なんていうんですかね、えー、その孤独死とかをされた場合の現場とかでも、うんあのー、匂いとか。 そういったものが残ってる場所には<ー>その匂いの原因っていうのはやっぱりタンパク質が、はい、あのどんどん腐敗していったものなんですねそういった原因成分を分解してやっていくので,、うんはい、であまりその水も使えない現場とかですね、うん、はいでこれもあまりそのつ今つけおいてるんですけれども水につけおかなくってもあの大丈夫のようになってます。 例えば、はい、あのお出かけ先とかで、えー、そういった血液汚れがそのつくようなことがあった場合、うん、あのちょっとトイレに走っていってその部分をあのもみもみこの洗剤をつけて揉んでいただくと、うん、あの少しずつも透明というか、うん、あの汚れが落ちていくようになってますのでそういうふういふになってます、えー、こちらの写真はですワ、ね、イ、えー、シャツですねワイシャツを2回つけおいて、えー、洗濯。 をするという工程をあのしたものですね、ビフォーアフターで、こういうふうな形であのしつこいものが綺麗になっていくというような感じですね。で、これはですね、すす <laughs> 怪我をして止血したタオルをあの2日経った血液汚れですね、これは。はいはい、で、これを使うと、あの左側が洗剤なしの部分、右側が今回の洗剤を使った分で。はい いにななっていくような形ですねこういうふうなですね、えー、とタンパク質洗剤なんですけれどもほ、はい、本当現場とかでもあのちょこちょこそういったその悩みをあの言ってくれるお客さんとかもいるので先日あの伺ったお客さんのところではこういった壁紙のクロスに <laughs> あの子どもがが あの自分の鼻血を塗りつけてたとかですね,ねそうなんですそれがまたですね、はい、普通の業務用洗剤でも落ちにくいんですよ。あで,、ねはい、<laughs> であとはあのーえー、天然素材を使ったものとかですね、うんうん、こういったものはあのー、化学物質が入っているような洗剤を使うと変色しちゃうことがあるんですね。 あのこういったあのこの建物にもよく使われているんですけれども白木の,あの成分ですね、はい、白木の成分はきついあのアルカリ性の洗剤とかを使うと、うん、あの焼けますうんあのの薄薄なななんか木の色が薄くなるような形ですねそういった形であの木の成分が変わってしまうというかですね。はいはい もう自然の風合いがどんどん損なわれていくようなその劇薬の,その成分の洗剤を使って落とすんじゃなくて、うん、あのんと人体と一緒の構造で落としていくような、うんはい、イメージがこの洗剤になってきますね。今少し時間が経って。 今どのくらいかの5分ぐらいですかね。今時間が経ったのは、うん、5分経ったぐらいのあのー、状態をちょっと見てみましょうか。はい、少しちょっとすすぎますね。はい。進いたらわかりますかね。お、だいぶ落ちてるんですか。はい。だいぶこれはあの本、ー、当この本当このくらい落ちるんですよ。5分ぐらいで。いはい。わかりますかね。はい。はい、ほぼわかんないね。はい、ねうん,うん遠くから見るとほぼわからないと思います。 であの、まだ汚れ,を汚れがその中に,、えー、気,になって気になるなってなったらこれからさらに、あのー、こういうふうにつけてまた、あのー、なじませてあげると、うん、なじませてあげてそして置いてあげるとどんどん分解していくっていう形になりますね。なるほど